こんにちは。自分でやったことをやり込んでいると自分のことは信用できますよね。この億万長者合宿のやり取りももう数千本やってますけども、動画のリレーってまあ100本とか200本ぐらいはできたにしても500本1000本続く人ってまあいないんですよ。だからそういう人から見ると動画のリレーをね、そんな5000本とかやってるとか本当ですかって聞かれるんだけども、まあね、信用できないでしょうね。だって自分でできないことを他人がやってるってことをその人の裁量ではなかなか思いつかないと思うんですよ。でも実際できますしね。そう考えていくとタワーマンションでブランデー食い出してね、金持ちブランディングしてる人が金持ちだと思っちゃう人が一定数いるのも仕方がないことですし、こうやってね、私みたいな発信、吉谷さんみたいな発信をしていて稼いでるなんてまあ本当かなと思う人言ってると思うんですけどね。だからもう自分でやったことがなければ自分も信用できないし他人も信用できないしみたいなことになるんじゃないですか。でも実際にいろんなね YouTube の発信をまああんまり見てないですけど見たとして、別に証拠がなくたってこの人がどういう背景を背負ってるのかなぐらいのことはもう分かりますよね。だからその分かるように目利きができるようなところまでやり込んでいないとその道で食っていくことはできないのかなとも思いますしね。だから生半可な人は生半可な知識で全てを判断するんで、結局出た言葉も生半可みたいなところがあると思います。で実際にね、1000本動画のやり取り誰かとしてみたら、まあなんか超えるものはあるでしょうね。1万本動画を投稿してみるとか2万本動画を投稿してみるとか、そこに行ってみないとわからない景色って多分あると思うんでね。ちょっとやそっとでくじける人にはもうわかんないとこでしょこれが。でそういう人が大半ですから、人を信用もできないし、だからといって自分のこともね信用できるほど高い目標設定もできないしというところでございます。ちゃんちゃんですね。自分の髪の毛が一番抜けると、そういうことですよ。今日も始めましょうか。7時になったしね、なんかお腹空きました。飯食ってきます。